よく藤沢厩舎がルメールジョッキを乗せてきたら、それは勝ちに来てるってことがよく言われるじゃないですか。で、それは他の厩舎でもあると思うんですよね。この厩舎がこのジョッキを乗せてきたら勝ちに来てるみたいなことが。で、今回はそれを探ってみて、じゃあ東京新聞杯出走馬の各陣営が、じゃあそれぞれ何番手のジョッキーを手配しているのかっていうのを一緒に見ていきたいと思います。では興味がある方はぜひ最後までよろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速ここから発表していきたいと思います。まずはインディーチャンプのおとなし厩舎です。今回は福永ジョッキーを乗せてきていますが、おとなし厩舎の騎手別の成績を見てみると、2018年、2017年ともに福永ジョッキーの依頼ってあんまりしていない感じですね。はい。ただ勝率は結構いいので、一応詳細も調べてみたら、出走回数4回のうち3回がこのインディーチャンプでして、勝ち鞍の2つもこのインディーチャンプでしたね。はい。で、残りの1鞍のアメリカズカップに関しては、なんか間のつなぎみたいな感じになっているので、なんかどちらかというと福永ジョッキーを乗せてきたら勝負っていうよりも、乗り慣れているインディーチャンプを特に変える必要もないなっていうことで乗せてきてるような印象を僕は受けました。はい。おとなし厩舎は割と、まあ、見ていただいて分かると思うんですけれど、松若ジョッキーに依頼することが結構多いんですよね。で、内訳をこれ見てみると、例えば浅草元気とかアメリカズカップといった、こう過去強かったけれど、まあ、最近はちょっとこう衰えなんかも感じてきてるような馬に乗せてあげているようなイメージで、なんかこう若手ジョッキーにチャンスを与えているというか、なんか重賞の舞台で経験を積ませてあげてるような、こう依頼の印象を受けるかなっていう感じですよね。はい。なんか例えばサンライズノバとかダンビュライトみたいな、こうまだまだ走れる馬には、例えば戸崎ジョッキーとか、あとは、まあ、ここもルメールジョッキーなんですかね、まあ、そういったルメールジョッキーを乗せてきたりっていうところを見ると、やっぱり松若ジョッキーにはなんかそういう風な印象を受けた感じですね、僕は。はい。で、やっぱそのルメールジョッキーなんですけれど、レッドラウダ、ちょっと見ていただきたいんですけれど、この馬を見てみると僕はそんな感じをすごく受けていて、レッドラウダは今年のアイビスサマーダッシュを、まあ、覚えてる方もいると思うんですけれど、1000万条件の身で出走していたんですよね。で、まあ、そこで思うような成績が残せなくて、結局昇級できなかったんですよ。で、これって先着の得意なこの馬にとっては結構致命的な問題でして、アイビスサマーダッシュの後、この馬が出走できる先着のレースってもう8月後半にある1600万クラスのレースしかなかったんですよね。他がもう未勝利とか500万の先着のレースばっかりなので、で、当然この1600万クラスのレース、まあ稲妻ステークスなんですけど、このレースに出ていくにはもうどこか1000万クラスのレースで賞金加算しなくてはいけなかったわけなので、アイビスサマーダッシュの翌週の爆心特別に急遽登録して、で、そこにルメールジョッキを配してきて、で、見事勝って、予定通りその後稲妻ステークスにも使えて、で、ちゃんと夏参戦を使って、まあ、放牧したっていう風な流れなんですけれど、やっぱこの流れを見てみると、レッドラウダにとってこの爆心特別の一戦っていうのは、まあかなり勝負の一戦だったなっていう風に、まあ結果的にですけれど、後から見るとそういう風に伺えて、で、そこに天乗りでルメールジョッキを乗せてきたっていうところを見ると、やっぱりおとなし厩舎もいざという時はルメールジョッキーに頼ってるんではないかなというふうな印象を僕はちょっと受けましたね。はい。まあ、ちょっとすいません、なんかどんどん話が ずれてったんですけれど、まあ、とにかくここ2年では福永ジョッキーにはそういう依頼をおとなし厩舎はしていなかったので、まあ馬自体の能力はちょっと置いといて、厩舎の勝負かどうかっていうところの観点だけで見ると、なんか今回は違うのかなっていうふうな感じ、印象を受けましたね。はい。まあ、乗り慣れたジョッキーを変えていないっていうところを見ると、まあ、プラスだというふうにも捉えられると思うので、はい。まあ、そのあたりをちょっと参考にしてみてください。はい。なんか、結構面白くて、この厩舎ごとのジョッキーの成績なんかを調べてみると、なんか止まんなくて、例えばなんか、3歳の6月あたりに、誰を乗せているかっていうのもすごく重要だなっていうふうに思えてきて、このあたりって、もう、そろそろ勝ち上がらないとやばいじゃないですか。9月とかでもう未勝利戦止まってしまうので、
なのでこの辺りで誰を天乗りで乗せてくるかっていうのも本当にその厩舎の誰を頼りにしているかっていうところが浮き彫りになるような感じがしていて、でそこで、まあ、今回、クルス・デル・スールっていう馬乗せていますけれど、まあ、ここで、まあ、未勝利戦をねルメールジョッキ天乗りで乗せて、まあ、勝たせてるっていうところを見るとなんか頼ってる証なのかなっていうふうにちょっと感じたりもしてましたね。はい、だから逆に考えると別に崖っぷちでもないのに例えば、この厩舎の、フィブロライトっていう馬がいるんですけれど、その新馬戦にあのルメールジョッキを乗せているんですけれど、まあ、特に崖っぷちでもないのにルメールジョッキを乗せてきてるっていうところを見ると、まあ、これノーザンの馬なんですけれど、ノーザンサンデーか、なんかノーザンサンデーの期待の証なのかな、崖っぷちじゃないのにルメールジョッキを乗せてきてるなんてみたいなね、なんかそういったちょっと深読みもできるかななんてちょっと思ったりして、すごいワクワクしててめっちゃ楽しいんですけど、はい緊急ですねこの辺は。ちょっと皆さんからもいろいろ、はい、教えていただきたいなと思います。すいません。続きまして、ゴールドサーベラス、清水秀勝厩舎と大野ジョッキーの関係ですよね。はい、で清水厩舎は大野ジョッキーのことを去年11回乗せていて1勝のみですね。で内訳を見てみるとその1勝がこのゴールドサーベラスなんですけれど、大野ジョッキーはこのゴールドサーベラスの1勝で清水厩舎のこう株を、清水厩舎でのかな、清水厩舎での株を上げたような印象を僕は受けていて、あのゴールドサーベラスの成績を見てみると中山の戦力が得意な舞台っぽいんですよね。もう500万とか1000万とかのこう勝ち上がれてるので全部中山の戦力なので、でそうなってくるとやっぱゆくゆくは重賞でってなっても得意な中山戦力の舞台でやらせてあげたいなっていうふうに陣営は思っているはずで、でそうなるとこの中山の1000万クラスを勝ち上がった後近くにある重賞ってもうダービー級チャレンジトロフィーしかないわけなんですよね。でそこに出走させるにはもう3月頭にある中山の戦力で勝ってもらわなきゃ困るわけなんですよ。はい、そこで依頼したのがこの大野ジョッキーなんですよね、天乗りで。で見事勝ってそのダービー級にまあ駒を進めると。はい、だからなんかそういう風なところを見るとね、大野ジョッキーへの信頼みたいなのがあったんではないかななんて僕は思いましたけれど、はい、でちなみにそのダービー級チャレンジトロフィーでも、まあ、もちろん大野ジョッキーへの依頼はしたんでしょうね。でも大野ジョッキーはミルファーム斉藤厩舎のストーミーシーを選択し3着、見事ゴールドサーベラスにも先着と。かっこいい、かっこいい仕事人ですね。もう勝たせて重賞の舞台に導いてあげて、で自分は当日は違う馬に乗って、ね、いい着順をかっさらっていくっていうね、かっこいい。あとはこの成績を見てみると乗せてる回数自体は一番多いんですけれど、まあ、勝率とかで見てみるとそこまで高くはないんですよね。大野ジョッキーの方が高いんですよ。はい、ですのでまあゴールドサーベラスに乗ったことのある騎手でっていうところで見てみると一番信頼が置けるのが大野ジョッキーで、まあ、そんな大野ジョッキーを乗せてくる今回はなかなか良さそうなのかななんて僕は思っています。ただまあ東京の戦力がどうなのかなっていうところで、はい、まあちょっと面白いですよね。うん、なんかこういうところまで調べるとちょっとなんかレース自体も楽しく見れそうですよね。なんか背景知識みたいなのをちゃんと積んで映画を見るみたいな、ちょっと違うかな、なんかそんな感じを僕は してて、はい、なんか週末のレースがすごい楽しみです僕は。はい、なんか伝わってるかな、ちょっと一生懸命調べたんですけど、はい、なんか少しでも伝わってたら嬉しいです。続きまして、じゃあちょっと今話題に出たストーミーシーの方から先にお話ししたいと思います。ストーミーシーの斉藤厩舎ですね。でなんと今回依頼してるジョッキーが杉原誠ジョッキーということで、2018年2017年にはあんまり依頼していないジョッキーですね。あんまりっていうか一回もしてないのかな、一回もしてんのかな、まあ全然していないジョッキーですよね。でこの厩舎は戸崎ジョッキーだったりとか田辺ジョッキー、あとは先ほど挙げた大野ジョッキーにかなり依頼することが多い厩舎なんですけれど、まあその田辺ジョッキーがテトラドラクマを取り、大野ジョッキーがゴールドサーベラスで、で戸崎ジョッキーは、戸崎ジョッキーどこだまあとにかくこのレースには出ないということで、まあ斉藤厩舎の看板ジョッキーっていうのがことごとく取られてしまっていて、まあ杉原ジョッキーになってしまったのかなっていう風な印象を受けますよね。なんかまあわかんないですけど、ゴールドサーベラス陣営からしたら
ストーミーシーンに王のジョッキを取られるのは嫌だなっていう策略みたいなものもあったんですかね。そのゴールドサーベラスはまあ他のジョッキでも良かったけれど、ストーミーシーのいい手を潰すっていう意味で王のジョッキを抑えたみたいな。はい。まあちなみにまた出しますけれど、あのゴールドサーベラスの方がストーミーシーより登録日が1週間早いんですよね。だから早め早めに手を打ってたっていう可能性がもしかしたらあるかもしれないですよね。はい。で、ストーミーシー自体はあの他のレースとの両睨み状態が続いていて、まあもたもたしていた分のこの機種の差っていうのが出たかもわかんないです。はい。ちょっとぜひ参考にしてみてください。面白い。続きまして、あ、じゃあちょっと同じようにまたあの話題に出ましたテトラドラクマの小西厩舎、田辺博信ジョッキーのお話をしたいと思います。で、この厩舎はもう田辺ジョッキーへの信頼がすごく厚そうで、もう出走回数自体も去年落とし続けてかなり多めですね。もう勝率も去年は一昨年よりさらに上げてきているので、もう小西厩舎の中での信頼度もね、どんどん上がってるのかなっていうふうに僕は思っています。まあテトラドラクマはもう田辺ジョッキーの時にいい成績が出せていますし、はい、もうまたね抑えてきた今回はもう勝ちに来ているっていうことでいいんじゃないですかね。はい、続きまして湘南アンセム田中厩舎とミナリクジョッキーですね。で、田中厩舎とミナリクジョッキーは去年の2月にウィンメディエムへの初依頼があったんですよね。で、この馬にはもともと柴田大地ジョッキーが乗っていたんですけれど、この馬より人気のある馬をまあ選んだのか乗せられたのか、まあちょっとわかんないですけど、まあ、柴田大地ジョッキーは同じレースの違う馬を選択してこのウィンメディウムに乗ってもらえないというふうなことになってしまったんですよね。で、そこで白羽の矢が当たったのがこのちょうど短期免許で来ていたミナリクジョッキーで、で、ここで6番人気ながら勝利を挙げたところに、まあ、この厩舎への、まあ、その好感度が上がったのか、まあ、何頭かこの後も田中厩舎の馬にミナリクジョッキーが乗るっていう風な流れになっている感じですね。はい。まあ、他にもジャンティー S という、まあ、10番人気ながら3着に持ってきたっていうすごいレースもありましたので、まあ、田中厩舎はミナリクジョッキーのことを信頼してるって思って間違いはないんじゃないですかね。はい、ちなみにこのジャンティー S っていう馬はノーザンファームの馬なので、まあ、ノーザンファームの好感度も上がってるかもしれないですね。さあ、そんなミナリクジョッキーに湘南アンセムをお願いしています。さらなる好感度の飛躍はあるかというところで僕はチェックしたいと思います。なんかそう見るとちょっと面白いですよね。あ、またミナリクジョッキー好感度上げられるかなみたいな目線で僕はまた見たいと思います。なんか純粋に楽しめるんだよね。見どころいっぱいです今週は。はい、続きましてリライアブルエースです。矢作厩舎酒井ジョッキーですね。で、この去年の矢作厩舎の機種別の成績や今年の機種別の成績を見てみると、まあ一番推してるジョッキーがこの酒井ジョッキーで、で、詳細を見てみると矢作厩舎が与えてる馬の質がだんだん良くなってるっていうところを見ると、もうまさに今矢作厩舎は一番酒井ジョッキーを推しているんではないかなっていう風になんとなくね僕は伺いました。で、上位人気の馬を持ってくるっていうことは結構できてるんですけれど、まだまだ人気のない馬を上位に持ってくるっていうのがちょっとこうダートの条件戦ばっかりで、重賞の芝でそれができるかっていうとちょっと疑問かなっていう風な成績だと思います。はい、ですのでなんとなくそういう背景を見てみると、今回も、まあ、いい経験してこいよっていう風な依頼なのかなっていう風に個人的には、はい、解釈しました。はい、どんどん行きましょう。続きまして、レッドオルガ、藤原厩舎、北村雄一ジョッキーです。で、藤沢厩舎は、あ、ごめんなさい、藤原厩舎は、去年の成績を見てみると、北村ジョッキー一番乗せていて、厩舎の勝ち頭もこの北村ジョッキーなんですよね。で、2017年よりも騎乗回数が増えていて、いや、これはもう藤沢厩舎の、ごめんなさい、藤原厩舎の信頼も厚いかな、なんて思っていたんですけれど、内訳を見てみると、まあ、勝ってるところのほとんどが、もう、ノーザンファームなんですよね。なので、まあ、藤原厩舎に気に入られてるっていうよりも、なんか、ノーザンファームが乗せているっていう風な感じですよね。まあ確実に北村ジョッキーは藤原厩舎以外の厩舎もバンバン乗っていて、で、そのほとんどがノーザンファームなので、多分そういう風に言って間違いはないかなって思います。
はい、なので、まあ、今回もノーザンファーム生産の馬なので、まあ、藤原厩舎が依頼しているっていうよりもなんかノーザンファームの力が強そうなんだなっていうふうになんか改めて思った感じですね。だから、まあ、今回はその藤原厩舎の一番手ジョッキーを配しているっていうふうな考え方で見るのはちょっとできないかなっていうふうに思いました。多分ノーザンが配してるんだなっていうふうに、はい、僕個人としては思いました。ではですね、最後に、まあ、ちょっと何度も言い間違いしてて申し訳なかったんですけれど、藤沢厩舎とサトノアレス、タワーオブロンド、レイエンダの話をしていきたいと思います。柴山ジョッキー、ルメールジョッキー、北村ジョッキーが今回騎乗してきます。はい、まあ、やっぱりルメールジョッキーへの騎乗依頼とそして勝ち鞍の数が一番多い感じですよね。もう当然信頼してるなというふうなことが伺えると思います。で、次に多いのが北村ジョッキーで、で、その成績の内訳を見てみると、まあ、なんかあったんですかね。まあ、かなり人気のある馬を北村ジョッキーに回していて、去年だと例えばソウルスターリングだったりとか、シェーン・グランツの新馬とかを任せていたりするわけなんですよね。ただ、結果的にここが勝負だったっていう風なレースには乗せていないっていうところを見ると、まあ、信頼しているのかどうかで言うと少し疑問なのかなっていう風な感じもしますね。まあでもなんか若手に経験を与えるためっていう、若手って言えるかどうかっていうのはちょっと微妙だし、なんか自分の中ではまだ答えは出ていないんですけれど、うん、なんかちょっとよくわかんない感じですね。はい、まあルメージョキが乗ってくれない時の代打で乗ってくることが多いので、まあ、そういう立ち位置で回している感じなんですかね。まあ今回のレイエンダもやっぱルメールジョッキーが乗れないというふうなところでの依頼な感じがするので、まあ、これまでのソウルスターリングとかと同じような感じですかね。はい。で、サトノアレスと柴山ジョッキーは、柴山ジョッキー自体は去年10回乗せているんですけれど、5番人気ながら2着に持ってきた去年の東京新聞杯で、まあいい走りができたので、まあ、それに戻そうかなっていうふうな感じで戻してるんですかね。まあ、あんまりこう柴山ジョッキー自体にはもう全然依頼していないので、まあ、さっきの2頭とはまた多分考え方は違うと思います。はい、っていう感じですかね。はい、ということで東京新聞杯出走馬の各厩舎が一体何番手のジョッキーを乗せてきたのかのお話でした。はい、で残りの紹介していない厩舎に関してはまだこの時点でジョッキーが決まっていない厩舎だったりとか、あとは特に突っ込みどころもなかった厩舎だったりとかですね。まあ、例えば池江厩舎と滝豊ジョッキーのコンビに関しては去年1勝しかできていないんですけれど、でも2017年はかなり好成績ですし、まあ言わずと知れたもう同級生コンビで、その信頼度って熱いはずじゃないですか。だから去年1勝しかできていないからといってじゃあ期待していないかって言ったらそうではないと思うので、まあ、特に成績の方からお話しすることはないっていう意味で、まあ、特にお話はしなかった感じだったりとか、あとは堀厩舎は、まあ、もちろんモレーラジョッキーがもう勝負ジョッキーなんでしょうけれど、でも成績を見てみると結構石橋ジョッキーへの依頼が多くて、でもその詳細を見てみるとその馬のほとんどがやっぱりノーザンファームの馬なんですよね。ですので、あの北村ジョッキーと同じようなパターンかなっていうところで、まあ、特にお話をしなかったりとかっていう風な感じです。はい、ですかね。はい、ということで、どうでしたかね、このジョッキーと厩舎の関係みたいなお話だったんですけれど、このなんかデータみたいなのが結構ネットで見ると無料で見れたりするじゃないですか、機種別の厩舎の成績みたいなのが。でそれ見て、いろいろ僕も思ったことがあったんで、まあ、今回ちょっとこう動画を撮ってみたんですけれど、ちょっとね、まあ、データをこうやって集めてこう喋るみたいなことは結構大変だったんですけれど、でもなんかそうやっていろいろ考えたりする時間があったから、今週末のレースが本当に楽しみになりました、僕は。はい、なんかいろんな思いで見られるなと思って、僕個人としては、まあすごい大変だったんですけれど、楽しかったですね。はい、ですので、まあ需要があるかどうかわかんないんですけれど、またね、今後、まあ、G1 とか、どんどんいいレースも始まっていくので、まあそういったところでまたやれればいいかななんて思っております。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。はい。また明日の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。